J1 首位町田ゼルビアさん、首位なのに客が入らない。町田00福岡、スタジアム、町田祇園スタジアム、入場者数、9062人、首位で土曜で天気もいいのに9000人。これで、小学生2000人招待してたからな、その親たちも含めて1万以下はひどい。九州みたいにサッカー不人気地域ならまだしも、サッカーが人気の関東で人口も多く残留争いでもない首位、せめてもう少しは入ってほしい。町田駅から徒歩15分くらいなら入るだろう。平均3000人だったのに、福岡のような遠隔地でそれほど人気のないクラブ相手で9000人も入るようになって辟易してるんだが。平日三ツ沢に負けとるな。町田は登山客を呼び込もう。山ガールを呼び込めば、山ガールの服装で当日料金半額とか。首位で土曜開催なのに1万いかないけど大人気らしい町田。山ガールよなやっぱり。メンツが神戸なら行く。でも好きなサッカーは町田。勝てるから。あの山奥で福岡相手に9000ならほとんどが町田サポだろ。福岡から来るのは大変すぎる場所だしな。いっそ国立をホームにしたらいい。強いだけじゃ観客は入らないんだな。規模は違うけど万有の逆みたいな感じか。風評とは言わないけどサッカー好きは町田のサッカーがアレなこと知ってしまったし、今後も人気は微妙そうだな。あの立地はきつい。満員バス30分からの登山、二度といかんと誓ったわ。チームが強いなら普通にファンが湧くものだと思ったけどそうでもないんだな。今は強いということでスポンサーは言うけど、先々不安だね。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。